日本関東地方神奈川県横浜市旭区、本村町本村町は横浜市旭区の町名。定番を持たない単独町名である住居表示未実施。旭区の中部に位置する。南東から北西へ、ほどがやバイパス、北東から南西へ、神奈川県道40号横浜厚木線が通り、本村インターチェンジで交差する。厚木街道に沿い、 相模鉄道が走るが町内に駅はなく、鶴ヶ峰駅と二股川駅の間の二股川寄りに位置する。本村インター近くには、朝日警察署と横浜朝日郵便局がある。町の面積は0.2490平方キロメートル。古くは、鈴木郡二股川村であった。1889年4月1日に、周辺各村と合併。 1939年4月1日に横浜市に編入、ほどがやく二股川町となる。1961年11月1日、二股川町の一部を分割し、本村町を新設。1969年10月1日に行政区再編により旭区に編入される。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。